ヤクルト、打線爆発。ヤクルトは先発全員安打で大量9得点を奪い巨人に快勝。ヤフーレ投手が来日初関東完封勝利を飾りました。初回から巨人先発のグリフィン投手を攻略。1アウトから連打で1、3塁のチャンスを作ると、4番村上宗隆選手がセンター前ヒットを放ち先制点を獲得。その後も7番長岡秀樹選手、8番中村雄平選手にタイムリーが生まれ、初回から4点を奪います。2回にもオスナ選手のタイムリーで1点を追加すると、3回には6番山田哲人選手に今季1号となるツーランホームラン、4回には村上選手に第5号ソロホームランが飛び出し、毎回得点の猛攻で4回までに大量8得点で試合を優位に進めます。7回にさらに1点を加えると、8回には1軍昇格即スタメンとなった増田珠選手がヒットを放ち、先発全員安打を記録。16安打9得点の猛攻を見せました。9-0で勝つなんて噛みつきすぎ。先発聞いた時から覚悟してたしショックは残らんな。ただ1日でも雨野が登板したら使うことなかったのに。まあ、3試合連続サヨナラ負けの西武や、守備が崩壊してる横浜に比べればただの負けだからな。